をお聞きの皆さん、おはようございます。この時間は FM 宜野湾より占いをお届けいたします。今週のあなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けしたいと思います。占い師は週替わりで登場します。今週の占い師は私、レオ先生が皆さんの総合運をカラーとともに占ってあげましょう。ではまずお羊座のあなた、子供に関することで思わぬサプライズがありそうです。もしかしたらあなたの幼少期の頃の意外な事実を知ることがあるかもしれません。それは新たな方向を考えるいいきっかけにもなりそうです。今週のラッキーカラーはターコイズブルーです。続いて、お牛座のあなた。過去の経験の中にあなたにとって未来を開くいいヒントがありそうです。過去の出来事から啓示を受け、新たな道が広がるでしょう。また過去に誰かとの間に起こった誤解が解けそうでもあります。今週のラッキーカラーは赤。続いて、双子座のあなた。あなたが主導権を取り、みんなをリードする必要に迫られそうです。勇気を出してあなたの意見を伝えましょう。あなたの中に潜むカリスマ性を発揮して、みんなをうまくいく新しい方向へと誘導することができますよ。今週のラッキーカラーはクリームイエローです。続いて、蟹座のあなた。お金に関するサプライズがありそうです。お金は天下の回り物であり、どう扱うかはあなた次第です。お金はその人の本質を引き出すものです。お金をどう扱うかで、良くも悪くもあなたの本質が浮き彫りになるでしょう。続いて、獅子座のあなたです。あ、失礼しました。蟹座のあなたのラッキーカラーはグレーです。続いて、獅子座のあなた。突然の嵐に混乱しそうです。それはもしかしたら根深い問題なのかもしれません。糸をほぐすように少しずつ解決していきましょう。焦ってしまうと余計に絡ませてしまうかもしれませんので、気をつけてください。ラッキーカラーはブラウンです。続いて、天秤座のあなた。あなたが経験したことが全てだと思わないように気をつけましょう。思い込みは間違いのもとであるようです。何事も必ずしも全てが同じパターンに当てはまるとは限らず、例外もあるものです。ニュートラルでいましょう。今週のラッキーカラーはホワイトです。では次に、蟹座のあなた。家族で話し合いをする必要があるかもしれません。家族に振り回されないように意志を強く持って関わりましょう。あまり密に関わりすぎずに、程よく距離を空けて接した方がいいかもしれません。今週のラッキーカラーはオレンジです。続いて、いて座のあなた。せっかくあなたの望みがもう少しで叶いそうなのに、ネガティブな思い込みでチャンスを棒に振ってしまわないよう気をつけましょう。ただあなたが頭の中で考えただけで、何の根拠もない決めつけはやめましょう。今週のラッキーカラーはイエローです。
続いて、ヤギ座のあなた。極地に立たされているように思えても、あなたは守られ安全の中にいるので安心しましょう。思わぬ助け船があなたの前にやってきて、何事もなかったように、問題は過ぎ去っていくでしょう。今週のラッキーカラーはマゼンダです。続いて、水瓶座のあなた。別れの決断を迫られることがありそうです。あなたの本心に素直に従いましょう。あなた自身を大事にして決めて大丈夫です。相手への同情は不要ですし、不安を感じるなら何の問題もありませんので安心してください。今週のラッキーカラーはマスタードイエローです。最後に、魚座のあなた。世界を広げるとき、新たな次元に向かって翼を広げて羽ばたきましょう。それに伴い、新しい環境へ行く必要があるかもしれません。あなたにふさわしい素敵な場所や人が待っていますよ。今週のラッキーカラーは、エメラルドグリーンです。いかがでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きください。それでは今週も素敵な1週間をお過ごしください。